はい、みなさん、こんばんは。コンバースデイ。あー、もうびっくりしたよ。来ないからどうしたのいやー、もう本当に。私、一応ゲストなんですけど、超ビビった。あ、来た来た、よかった。ちょうどオープニングが始まって。どうしようと思った。チェンジ、チェンジ。かんこさん、チェンジしましょう。みんな。やっとも。それで、今日も愛してますか変わりましょうか。いいですよ、そのままで全然大丈夫。マジですか。もうね、あのオープニングこれもないから、ね、どうやって進めていいか分かんなくてさ、もうさ、もうこれは前代未聞のハプニングでございますねえ、いいこといいこと、ね、でも楽しい、うん、すごい、うん、だからもう、かなこさんのね、うん、かなこさんのさあ、こんなはちゃめちゃな、はい、多分かなこさんはね、この1年の中で一番走ったんではないでしょうか何をどうしてたんですか、それ。あ、すごい、すみません、キャプテンから、今日もキャプテン中松からの差し入れ、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。はい、はい、かなこさん、はい、イエローカードイエローカードね、レッドじゃなかった高坊、何を言ってんだ高坊、本当に4分近く、4分行って、はい、落ち着いた。改めまして皆さん、はい、こんばんアイスこんばんアイス、アイス、いや、すいません、あ、びっくりしちゃった。はい、改めて、アイスラジオ、そのままのあなたが好きのお時間です。はいはい、うん、気が大丈夫さあ、今日のね、ゲスト、はい、実はね、あのね、はい、はい、すいません、あの今日はね、ゲストがいらっしゃったんですよ、うん、でもなんとゲストさんが始めてくれるというハプニングすごいな、はい、改めて紹介したいと思います。はい、あたいが風のリエオンさんです。イエーイ、よろしくお願いしますイエーイ、ゲストさんが時間通りって、うん、本当だね、よろしくお願いします。グラメ、ちょっと待って、うん、これ、うん、何？一緒だ。何？アイスクリーム。イエーイ。ありがとう。うんうん、食べる。やったね。ありがとうございます。イエーイ。この時間は、あの前回は多分、うん、今回リオンさん2回目じゃないですか。うん、2回目こっち来るの。ね、こっち来るのではアイスラジオね。2回目。でも。うん、前回は多分アイス食べてなかったじゃないですか、うん、最近はこの時間にアイスを食べるというのが、うん、そうです、習慣にしてて、オッケーオッケー、いただきます。なのでいただきます。自分だって今さっきクレープ食べてきて、クレープタコレース、金タコ食べて、うん、あ、FM 小沢って、うんうん、クレープ、グッシークレープってこっち行って、うん、で食べて、家ででミスドも食べて、すごいじゃんまた夜のデザートパレード、 ありがとうございます。ホンパレード、いただきます。あ、イエーイ、おいしい。今日もキャプテンが用意してくれた、うん、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。2つ手に持った軽い方を渡したって違うよ重い方渡したよ。私はさっきイメージ、ね、大きさが違ったの。同じ味なんだけど、同じ味、リエオンさんのが増量されてた、うん、やばい、これはね、キャプテン中松のセンスが光ります。キラッと、うまい、めっちゃうまい。ブルーシールの、私はブルーシール、私とリオンさんはブルーシールのバニラ&クッキー、うん、クッキーやつ、うん、美味しいね、ブルーシールね、うん、なんかさ、うん、リオンさん今日、うん、今日本日2度目まして、2度目まして、うん、そう、うん、なんと FM 講座の、うん、3時から、うん、あたいがふう、あたいがふうふうという番組やってるので、うん、はい、今日会うのはね、2回そこにも出てきて、そう、だからお家にも来ましたお邪魔します。その時に、うんうん、ちょっと聞いたら、うん、大食いだってめっちゃ食う、うん、そう、うん、それもね、話を聞いたら、うん、ちょっと何、ちょっとやそっとの大食いじゃないんだよね、多分ね、あの、何でしたっけ、ココイチ、うん、1.3 キロ1.3 キロの、うん、食べれる余裕だった、カレーを食べるんだって、うん、もうあれがなくなっちゃったからさ、ちょっと残念だね、うん、またやってほしいな、
ね、1.3 キロ、うん、ご飯、うん、すごくない、うん、普段からいっぱい食べます、うん、じゃあ食べようと思ったらラーメンとかだったら何人前ぐらい食べれそうですか、うん、どのぐらいだろう、結構5、6人前、うん、5、6人前、うん、いけると思う、600グラムとか、うん、全然大丈夫です、はあ、全然大丈夫、そう、うん、さっき聞いてびっくりしちゃった、麺とね、うん、米は強いけど、うん、あれは弱いわ、あの何、あのハンバーガー系、これはちょっと苦手な方、ちょっと、うん、できない、まず食べ方があれすごく難しく、うん、え、うん、そうなんだ、うん、だからちょっとジャンクは無理、え、時間制限なかったらいける、うん、時間制限なければできると思う、あ、うんうん、あ、さっき大食いということでね、うん、さっきね、やっぱ苦手分野もあるよ、うん、あ、そうなんだ、うんうんうん、ハンバーガー系はちょっとね、うん、そう、本当にそのね、細い体どこに入るのっていう感じで、細くないっすよ結構肉つき、いや、細いよ肉つきいいんですよ、美味しいね、うん、こんばんは、それから、あ、なんかその子、うん、ありがとうございます、そのリオンさんね、うん、本当に今ちょっと話出ましたが、フードファイターと呼ばさせてください、うん、あのココイチのね、うん、カレーライス、昔流行った 1.3 キロ、そう今言ってたね、うん、大盛りライス、あれを普通だったペロッと食べちゃうっていうね、うん、ね、うん、食べたい、またちょ、またやってくれないかな、どっかないのかな、うん、一応ありはするよね、そうなんだ、でもあのカレーはもうどんだけでも入るよ、本当に美味しいもんだって、うん、いや美味しいけどさ、うんうん、美味しいけど限界来ないの、大食いのイベントやりたいの、だから、うん、本当にだからねえ、うん、さんその、うん、国体道路でしかやってなかったような気がするんですよね、うん、なんかあっちが沖縄第一号店なの、あ、そうなんですか、そうだと思う、向こうを対象できて、できて、うん、それでね、うん、90何年かまでは多分やってたんかな、うん、うん、高子さん、椅子の木通り祭りの早食い選手権があったはずよ、うん、あ、椅子の木通り、あの豆腐の早食い、あった、お祭り、去年ね、椅子の木通りのお祭り行ったら、うん、お豆腐を、うん、なんだろう、なんていうのあれ、どれぐらいの大きさなんだろうな、うん、一斤ではないよね、このぐらいのすごい、本当にカステラみたいな、これを、うん、そう、早食いするって、うん、お醤油だけはあったよ、そうそう、食べやすいよね、絹ごしだったんじゃない、違う、え、なんか、なんかこ意外とプリンみたいにこっち、え、もっと柔らかかった、あ、しっかりとしっかりしてたでしょ、絹じゃなくて木綿みたいな、あ、木綿、島豆腐か、島豆腐だ、島豆腐はまた、うん、の早持ちにかすぐパンパンになります、うん、パンパンになるよ、そうだから早い人でも2分ぐらいかかって食べてたね、うん、すごい、うん、それやるって言ってうちの息子たちも僕も出たいみたいな感じで言って聞いたら、うん、小学生は出れなかったんだね、うん、確かね、子供はダメって言われたんだよね、リエオンさんは早食いというよりは大食いの方ですよね、リエオンさんね、早はねちょっと苦手かも、時間制限かけられるとプレッシャー、ね、もう今ちょっと厳しい、うん、前のココイチ、今は前はココイチ行けたよ、あれ20分でやったじゃん、あ、時間制限ありましたっけ、20分だった、あの時代にまだ10代だったんだけど10代の時は余裕じゃん、いやもう、うん、あれ高校の時見た時衝撃的だったっすけどね、うん、本当にでもねペロっていけたよ、今は多分すごいなると思う、ね、さあそんなリオン選手ですか、リオン選手になりそう、選手そう、今早大食い選手権だから選手って言っちゃったけど、うんうんうん、ね、まだまだこの後もう告知を忘れるぐらい、はい、深掘りしていきたいと思いますのでぜひ気を取り直して一旦、はい、CM に行きたいと思います、はい、ではキャプテンよろしくお願いします、ピース、告知してメディアさん話して最後に告知して思いますか、ありがとう、リオンさん、とんでもないですよ、びっくりしたね、びっ
間に合ったらすみません。これもなんかあれじゃないよね。この奥出てくる。あ、違う。これもあのあれ作戦のなんか一つかな。十人やって。あのサプライズサプライズ。そうそうそう。やろうかなと思って。電話取らないのサプライズ。あれあれあれって言った。下の駐車場で。うん。見てた。あれエンジンかかってる車なんだよ。爆睡しちゃったんで。ベッドないのよ、普通に、うん、エンジンかかって、車があって、はい、10秒前です。そうなの、それはかなさん、あ、私わかる、あ、どうだった、はい、行きましょう。はい、時刻は10時14分を回りました。うん、アイスラジオ、そのままのあなたが好きなお時間です。はい、そのままのあなたが好きということで、今日はリエオンさん、はい、いろいろあのいろいろ なリエオンさんの何いろいろこうわかる、リエオンさん自身のそのバックボーンを僕らがどんどんあの引き出して、そう、ええ話をしていきたい。あの皆さんね、リオンさんどういう人なんだろうか、結構ね、あたいがふうという番組で、うんうん、今日もね、リオンさん、パーソナリティでお話を回していただいてましたが、うん、実際どんな人だろうと。そう。本当に忙しい中、イベント主催をもう本当毎週毎週やってて。毎週じゃ、毎月。そう、毎月イベントをね、ね、毎月始めて、ね。本当にすごい。だってイベントをやるって、うん、準備。準備と、うん、準備と始めて、それをやっぱこの毎月やるって結構なもう毎もう動きっぱなしでしょ、多分ね。動きっぱなしかもしれない、うん、でも周りの人に助けてもらってるみんな、うん、皆さんがね、うん、一つにそれやる人がいるから周りは集まってくるわけで、レオさん助かってますよ、すごく。皆さんのおかげ、一人だったら多分何もできてない、うん、皆さんがいるおかげでね、うん、本当にこうやってね、周りを立てるレオンさんでございますが、うん、そうこの番組にふさわしいそのままのあなたということで、うん、そのままのリエオンさんとはどういう方なのかという先ほどね大食い選手権から始まり、大食い、はい、うん、いろんなことを、ね、うん、経て、うん、今のリエオンさんがいるということで、そうですよ、はい、皆さん実はねリエオンさんこう見えても、うん、何時のままでしたっけ今5人いますよ、5人、うん、ほら見えます、うん、5人のママなんですよ、うん、そう、私4人でね、そう結構ね、うん、ね、すごいねって言われて、ね、その上を回って5人いた、うん、5人もね、すごいと思うよ、すごいよね、すごいです。しかもその衝撃的な事実が、うん、あのそれ5人子供を産んでおきながらあんまり子供は好きではないという、子供好きではない、好きではない、好きではないっていうか子育てに向いてない、そう、うん、そこです。子育てにね、向いてもいないし、うん、あの保育園にもう早くあのとりあえず生まれて、うん、産んだら、あ、かわいい、皆さんそうかな、うん、かわいいですよね、うん、でも、はじめましてよろしくお願いしますから冷静冷静出てきたよ、はい、はじめましてよろしくお願いします、うん、って言って、うん、いや今日からあなたと一緒に生きていきます挨拶するんですよね、うん、まずはね、うんうん、この一応子供なんですよ、一応自分が産んでるってことはね、うんうん、だけど一応ね、あの生き物ですから一応挨拶はして、うん、いや面白い、はじめましてよろしくお願いしますって、うん、で泣いたらとりあえず、あ、父ねって飲ますよ、うん、はい、うん、飲ましてで、それがね5回繰り返されるわけですよね、はじめまして、うん、はじめまして、はい、あ、なるほどこういう顔なんだ、へえ、なるほどね、あーっつって、うん、おーとか思って、でも3ヶ月から無認可保育から預けられる、うんうん、無認可保育とりあえず探すんですよ、うん、早く仕事したい、うん、とりあえずこの家から脱出ではないけど、うん、こういう生活にはちょっとちょっとって、うん、でもさ、家の中にずっといて、うんうんうん、いるってことがちょっと嫌だって感じで、嫌だと思う、うんうん、でなんか一応やることやりますよ、うん、掃除したり、うん、ご飯作ったり洗濯したり、うん、当たり前にやっちゃうんだけど、うん、だけどもう家にずっといるとってなっちゃう、うんうん、ちょっとどっか、うん、自分の時間がね、うん、
欲しくなるっていうか、うんうんうん、時間が欲しいな、うんうん、自分の時間が どっかで作れないかなと思った、うん、そこはもう仕事しかなくって、はい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 、働くしかないじゃないですか、はいはい、もう金も入るし一石二鳥じゃない、うん、自分の時間作れ自分の時間を作れ、うん、あのお金も入るという、うんまあ、一石二鳥っていうことでまた職場に復帰をして、うん、まあそりゃ叩かれます、こと早いんじゃないかって来るのが、はいはいはい、何してんのって、うん、こんな早くで保育園に預けてって、うん、やっぱ言われる通りね、先輩たち言われる、うん、やっぱいろいろもらってくるじゃないですか、風邪でいろんな、うんうん、あ、なんだ、太田福風邪だって何やかんやね、はいはいはい、結局もらってきて、うん、あの入院とか結局そうなってでしょ行ったでしょみたいになって、うんうんうん、こういうことしてるからだよって言われるんだけど、うんうんうん、それでもやっぱ仕事はしたいですって言って、うん、もう何言われてももうスルーっていう感じで仕事してましたけど、やっぱ一般的にお母さんは、うんうんまあ、ある程度ね、うん、1年とかぐらいはこうね、うん、お家で子供といるっていうのがまあなんかこう固定概念がありますよね、うん、そうそうそう、うん、本来ならそう1歳になって保育園にこう申し込みするのかな、うんうん、11月ぐらいね、うん、認可保育の申し込みして、うんうん、でやっと入るって感じなのかもしれないけど、うんうん、そうじゃなく無認可、うん、認可がいい、うんうんうん、だからなんか私が前にいろいろ見た中で、うん、その聞いた中でね、うん、あの女の人がさ例えば結婚しました、うんうんね、子供産みましたって言った時に、うんうん、私料理作るの苦手ですとか、うんね、掃除するの苦手ですとかあるけど、あの子育て苦手ですっていうことを言えないっていうのが違うんじゃないかっていう話があって、うんうん、そうなんですね、そう、その中の一つに子育てが苦手でもいいんじゃないかと、うんうん、でそこに愛情がないわけじゃなくて、うんねうん、あの手放すわけではなくて、うん、ではないよ、そう向き合うは向き合うんだけど、やっぱその向き合い方が、うん、それぞれがね、うん、得意な人と不得意な人がいていいんじゃないかっていう、うん、あ一応ね距離が欲しいのよあこれっていいのかな、はいはい、ちょっとやっぱり一応親子かもしれないけど、うんうん、ちょっと距離はね置くところは置かなきゃいけないんじゃないかなって、うん、さそう言うとまた何成人したらとさ離れるんだから今のうちでよって、うんまあ、そりゃそうだけどさ、うん、そりゃそうなんだけど、うん、ずっといるとなんかまたちょっとだからさ、うん、ずっといて自分がおかしくなるぐらいだったら、うん、子供を預けて、うん、仕事を復帰して、うん、子供といる時間が笑顔でいられるぐらいの方が、うん、そうなんですよ、多分子供にとってもハッピーだよね、うん、って思う、そうそう、なんかヒステリックになってるの姿見せたくないじゃん、うん、もう、うん、こっちはねあの働きたいのよっつってなるよね、あなたたちのためにみたいな、無理してんのよみたいになるからね、うん、なるからもうそこをなしにして、うんうん、自分は仕事をしたいから仕事して、うん、その代わりあなたたちと遊べる日は遊ぶし休日はね、うんうん、そこはちゃんと時間作ってます。今、うん、お子さんはもう大きくなってます、うん、成人がね2人と高校生、うん、中学生と小学生も、小学校6年生がラストに、うんうん、こっちが最後でもうあとはいないんだけど、うんうん、で例えばリアンさんがそれを振り返った時に、子育て振り返っても、うん、そう今ので良かったなって思う、うんってわけでしょ、思ってる、全然もう、ね、何も後悔なし、ね、最高ですよ、うん、だからそれがやっぱり一般的には分からない、うん、いろいろ言われる賛否両論があると思うけど、うんうんうん、だけどその中でちゃんと子供との時間もさ、うん、向き合うときは向き合う、うん、ちゃんとほらご飯作ったり、その最低限はさ普通にやるじゃない、最低限のことはやってますよ、ね、うん、そうで決してネグレストないじゃないし、うん、そのリエンさんの距離感だと思うんですよね、うん、本当に一つの、ね、そうそう成功例として、うん、何も間違ったことないし、うん、そうね、うん、子供たちそれが不幸があったらそうでもないし、そうでもない、うん、子供たちに、うん、ネグレクトとかではないんですよ、うん、お洋服とかそんななんていうの、あの洗濯しないとか、うん、その部屋とか、うん、そういうなんではないですよ、うんうん、だからこの時間をちゃんとこうなんていうの、分けて、うん、そうそうそう、そこがある意味自分をも大切にしてるっていう、まあなるほどだと思うの、私はもうこれはもう自分大切にしてる、多分人を大切に、うんうん、いくら親子とは一応人だから、そうなんだよね、親子なんだけど一応は一人の人間として自分子供は見てるんで、うんうん、はい、だから私はどっちかというとその考えあったけどこうしなきゃいけないですっごい専業主婦でびっちり子供に向き合ったの、うんうん、でも結局やっぱ辛かったって思いでもいっぱいある、あ、そっか、だからどうして子供を可愛いと思えないんだろうってあったの、うん、可愛いと思えない時期があって、うんうんうん、
で、まあ、それを経てなんで私はダメな母親なのかなって思った、それを先に、あ、自分を犠牲にして子供のためにばっかりやったからなったんだなって気づいて、じゃあ今はやりたいことをやろうっていう話になったから、でもなかなかやっぱ勇気いることじゃないですか、このまだやっぱりこの枠があるから、そうそうそうだね、お母さんってこうとか、女の人はこうみたいな、そうだよね、そう向いてる人とね、またそう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 、決してご飯が作るの嫌いとかではないんだけどね、子供も可愛いしね、じゃあここでですね、もっと掘り下げたいんですが、ちょっと告知も忘れちゃいけないので、そうだった、もう直近な、はい、こちら行きましょう、リオさん、はい、こちらですね、はい、こっち、あっちかな、はい、あさって6月23日日曜日、10時からですね、朝ので、沖縄市にある八重島公園にて、はい、ファミリースマイルマーケットというイベントを開催いたします、うんうん、こちらはちょっと主催私ではなくですね、私公園の方に、あたいがふ公園の方になっております、うん、まあいろんな遊具だったりキッチンカーの方もいたり、まあハンドメイドの方いたりして、うん、親子も子供も楽しむイベントとなっておりますので、うん、もしよければ遊びに来てください。私も出店しております。出店してますね、はい、何で出店してるかは当日お楽しみです。行ってみないとわからない、行ってみないと何しようかな、日曜日ね、はい、よろしくです、はい、よろしくお願いします。はい、そしてもう一つは、いいですか、行きましょう、あと1分行けます、行けます、はい、あと1分、はいはいはい、こっちこっち、うん、6月30日日曜日です、うん、沢富士、西原町ですね、沢富士マルシェにて、ね、沢富士パラダイスの方開催いたします。こっちはあたいがふ主催でございます、はい、でステージの方がね、はい、沖縄県産のステージの方が主役っていうか、まあ、主役はこちらのサワリンですね、はい、西原町のご当地キャラのサワリン主役で、うん、もう我がかなこさん、かなこさんも、はい、かなこさん来る、かなこさんも、はい、歌わせていただきますので、はい、遊びに来てください、はい、ねえ、かなこさんのひまわりって歌大好きなんです、ありがとう、ひまわりのようにも歌いますので、ねえ、あともうこ、はい、たくさんこうやっていっぱいいます、はい、はい、まだ乗ってない方もいて、はい、こちらもですね、はい、よろしくお願いします、待ってます、はい、こちらちょっとプログラムちょっとだけ、すいません、ちょっとだけ、はい、それでは皆さんごめんね、またねまたね、続きは配信で、はい、ありがとう、ありがとうございます、エナちゃん、くまさん、ありがとう、あくまさん、ありがとう、待ってね、みんなね、配信でも来てくれたみんな、ちょっと名前呼んでくれた、ありがとう、ありがとうございます、ナルトラさん、ありがとう、いたの、ナルトラ、はい、もうありがとう、ヤッピー、常にお腹が空いてますから常に、そうだ ね、 ね、ナルトラさんいるの、排便したらすぐお腹空くよ排便したら、便したらすぐお腹空くよ、ナルトラみたいのいるの、うん、本当に、ね、うん、本当にお疲れ様です。いやー、本当にありがとうございました。あとプログラムもちょっとだけ言おうかな、ちょっとだけ、あ、お休みも、今日お休み、はい、だからちょっと CM の間はちょっと配信あれ、じゃあ、うん、あのプログラムを見せれる範囲で、はい、行きましょう、ありがとうございます、はい、さあ、1時からね、うん、初めの挨拶始まりまして、うん、ステージがね、ステージの方ね、でもサマフジマルシェ自体はは10時から始まってます、10時から、うん、16時まで、はい、その間ステージが1時からスタートして、はい、15時まで、うん、15時もしかしたら過ぎるかもしれません、ね、若干ね、うん、過ぎるかもしれませんね。そして、ね、MC ポノノルラジオということで、なんと明日の夜7時から始まる番組の方が MC ということで、FM 小座でですね、うん、番組を持っている方が MC ということで、明日のラジオにもね、リオンさん出ますので、はい、ぜひ明日は FM コザ、はい、土曜日夜7時から行きます、お会いしましょう、ホノノルさんにお邪魔します、ね、かなこさん一番トップバッターで歌うの、そうなんですね、出展者紹介の後、はい、魂シンガーかなこが一発目歌います、華やかします、いただきます、そしてあれですね、ジャパナさんはおさっき来てたね、そうね、あとギノマンうん、なんか数字出てますよね、出てる出てる、いろんなのに出てるよ、本当に、うん、ね、フリームーンラジオでもなじみのジャパナさんですね、あ、はい、そうですね、 YouTuber の方に来るし、おー、 YouTuber の、うん、YouTuber の来るし、タカチャンネル、いるかなって有名で、TikToker、うん、こっちには出ない、はい、うん、
コザの方ですね、確か。そういえばなんかね、告知してましたね、たかちゃんさん。ゲストでも、あたいが夫婦が7月に来てくれて、そういうことですね。はい。ね、みんなありがとうね。ありがとうございます。はい、よし、夜ら行きますよ、くまさん。夜ら。甘いのあとはしょっぱいですね。ありがとうございます。お、ナルトラさん30日来るってよ。ほんと？ありがとう。ちゃんと差し入れ持ってくるんだよ。差し入れ持ってこないとナルトラさん受け付けません。ナルトラね、あのパーソナリティさんで、FM コザのフリムーンラジオっていうパーソナリティさん。ぜひフリムーンラジオにも、リエオンさん呼んでください。すごいね。8月まだ空きがあるはずですよ、ナルトラさん。ゲストさん募集してるから空いてる時ね。ね。何時頃からやってますか、ナルトラさん。夜9時からですね。水曜日、夜9時。あ、はい、おとついだったんだ。ぜひよかったら、あのインスタでも、インスタから来て。あたい学インスタ。あ、インスタ、あ、そうか。電話番号書いてる。電話番号、あ、QR ある。あります。どっかに載ってます。これ。ね、アタイガフで検索したら多分すぐ出てくると出てくると思います、うん、よろしくお願いします大きいの用意しておいてもらえば食べるもの大食いそうこっちにこのぐらいのがあったらねえリクエストリクエスト、うん、あくまさんいいねチラシ寿司チラシ寿司ナルトラさんよ自分の番組だけちゃっかり宣伝してるからよ、はい、本当にナルトラさんぜひよかったら、うん、差し入れココイチのカレー待ってますあ本当だ嬉しいココイチのカレー食べたい牛すじカレーおお牛すじカレーいいね牛すじとキノコが入ってるやつへえ美味しいめっちゃ食べたい帰り行ってこうかもあちょっとタコラス食べたいすごい行きたくなってきたもう食べれる全然平気、うん、全然平気だよ、うんさあこの時間は変人さん面相の時間ですかねこれはい皆さん来週お楽しみくださいそれでは緊張しますえ本来今本来は流れてるんですか音楽ははい音楽流れてます音楽流れてますあそうなんだはいまた次番組あるんですけど今日はお休みなんでしますフォローしましただって、あずさんの早い、はい、配信をご覧の皆さん、ありがとうございますお、ナルトラさん珍しい、フォロー早いねフォローはいいんですよ、だから違うんですよ、あなたのフォローはあココイチの差し色を持ってくることですナルちゃん、わかったナルトさん、うん、あ、そう新海さんっていうの、そう翼さん、そう名前かっこいいでしょ、翼さん、そうだけど見たらがっかりするんですよ。このアイコンも別に悪くないんじゃない？悪くないですよ。はい、だけど会うとがっかりするんですよ。めちゃくちゃ痛い。この人でしょこの人、はい。そうですそうです。あのミニオンをね彷彿させる本当にがっかりするんですけども可愛いキャラクターだな僕は可愛いと思ってますみんなからの、はい、愛されキャラねキャラ愛されただからこの話したらうちのスタッフもびっくりするよね、うん、僕のこのナルトラさんへの絡みというか、うん、愛情表現がなんかどぎついらしくてですね、うん、愛ある社長ではないよねこっち芸能なるほど。あ、違います。あれはヤマトラです。ヤマトラ。ヤマトラです。ヤマトラさん。はい、ヤマトラ。しかもあの唯一ツイキャスではフルネームで来るんですよ。山内一郎つって。山内。一郎さん。はい。フルネームで来ます。社長は私です。あ、エマさん。エマちゃんは社長です。うん、代表、うん。はい。代表。しかも、うん、自分の方。なんか社内に各自を作ったって言ってて大変だったって話をしました。確かにラートさんね、うん、ね、うん、そうナルトラさんはいじってポイってすればいいんだよ。